みほさん、何？何ですかそれ？これ？いや、そっち。何？メガネ。メガネ？はい。これ私のメガネ、ガチの。だってほら、ちゃんと土入り。はい。学校。ほら。学校用ですよね。はい。はい、今からどこに行くと思います？よし。いや、これ許さなくて大丈夫です。ね、マジでやめて、本当に。酔うから。はい、というわけで今から、眼科に行きまーす。何しに？まず私ね、最近カラコンをつけてるの皆さんご存知ですか？そのカラコンはいつも、この何も度が入ってないやつを使ってるんですけど、はい、最近目がとても悪くなってきたということで、今回は度入りのカラコンを買いたいと思います。度入りのカラコンをつけるには眼科に行かなきゃいけないので、眼科に行ってちゃんと測ってもらって、いろいろカーブとかも見てもらって、自分に合ったカラコンをね、買っていきたいと思います。カーブ？横から見た時にさ、カーブがこうやって潰すとこう、いるじゃん。では早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ってことで、もうあと15分で行かなきゃいけないんですよ。はい、じゃあ、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。今日はえ、まだ撮ってんの？ファッションポイントはない。なんか、今日めっちゃ寒いのよ。今日はそうだね。だからなんか今急に見てよ、あそこ急に出した。やめて。はい、急に出した。プライベートか。はい、じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。はい、じゃあトイレやって。やだ。行ってきます。トイレやって行きたいんだけど。はい、じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。ドキドキ。見えなかった。でも眼鏡したら見えましたね。なんかあれつけました。はい、すいません。キャップは初めてなんですね。まだ使ったこと、はい、あ、使ったことはあるんですけど、あります、うんうん、なんか土入りは使ったことがなくて。あ、ります。ただね、アレルギーがあるから。え、そうなんですか。前アレルギーで一回来てるから花粉症で、多分ね、中学生の間はワンデーにした方がいいですよ、使うとしても。あ、ワンデーは使ったことない。多分です。で、あとはほどほどに、はい、週に5、6日あてに留めて、ね、うん、長くても12時間以内で外してくださいよ、はい、ちゃんと。あと眼鏡と併用してくださいね、はい、その辺守ってもらえるんだったら使っていいですので、はい、はい、じゃあ今から合わしますので外で待ってて。はい、ありがとうございます。あ、すいません。レンズの処理はどんな感じにしましょうか。レンズ、うん、ワンデーで。ワンデーで、はい、うん、なんかもうこの種類がいいなとかなんかあります？うん、はい、カラコンなんですけど 14.5mm のやつが欲しくて。おお、そうだね。はい、あった。うん、どんどんいっぱいあるんだね、いろんなの。じゃあ、やっぱりワンデーがいいって勧められたね。ワンデー、うん、すごいね。どこあってもあるじゃん。あ、ほんとだ。どんな人は持ってるもんね。14.2 ミリなの。で、うん、これ 14.5 ミリなんだ。オパール。そう、14.5 ミリが欲しい。 14.5 ミリだからね、漏れるんだよ。じゃあどれにするかをちょっと決めます。決めましょう。これとこれ、14.5mm、大きめですけど。はい、今入れてもらったのはドナスのレンズなので、はい、そこからまあ追加矯正をして、うん、まあ、どれぐらい、はい、まあ、見えるか。あ、分かりました。どれぐらいの見え方がね、はい、いいのかっていうのをやっていきます。はい、分かりました。裏側だとね、右が 0.3、 右が 0.3、 左が 0.2 かな。左が 0.2 ですか。 0.2。 学校、中学校の学校研修の方と、はい、多分 D 判定かな。だからまあ、メガ
りとか、はい、コンタクト調整してくださいねって。そうですね。言われてる時間。いい感じです。ナチュラル、ナチュラル、すごいナチュラルじゃないですか。あ、そういう感じなんだ。いい。でもこっちの方が、あ、いいですね。こっちの方がナチュラル。すごい。あ、いいよ普通に目してます。どっちがいいだろうね。どっちが自然の方がいいですかって言ってくれたね。本当に分かんない、本当に分かんない。どっち？早く言わないと。うん。どっちがいい？じゃあ、こっち持ってたからこっちにする。うん、そうしよう。うん、そうしよう。決めたのどっちか。どっちか分かんない。見え方が違う。入ってる？あ、こういう感じなんだね。わかんない、私。グレー？あ、ブルーですか。へえ。これって今 0.9、0.9 ぐらいですね。うん、そうですね。鏡でまあ 0.9 弱ぐらいは見てるから、多分、長野に比べるとね、全然多分違うっていうのはあるかな。カラコンは、調整はいらないんですよ。はい、だから今使っている 0.5 っていう度数でそのままその度数を買うことはできたりするから。はい、うん、これってマイナス 0.5 ですか。マイナス 0.5 です。マイナス 0.5。 だから今回の度数は、マイナス 0.5 っていう度数で処方を行います。はい、今ね、入れたまま帰っていいらしくてもらいました。青ガラつき。これのアメクロール可愛い。で、ひまちゃんどれを。アメクロールがめっちゃ可愛い。指さしてもらっていいですか。0.75。熱いするかはもうどなしで使うか。今日 0.5 って言ったんで 0.75 にしちゃうと。そうだね、0.5 強い。そうですよね。ですよ。ひまちゃんはこれはちょっと使えないんですよ。使えないってこと。はい、乱視じゃないと使えない。そうです。だから 0.5 の使える度数のでコンタクトを選んだ方がいい。あ、これはダメだ。これはダメなんですよ。これだと 0.5 はあるんですよね。そうです、それはできます。はい、キログラムとかすごく多くない。あ、はい、ありがとうございます。これのこれです。これ何のこれが。これとそちらお買い上げで。はい、というわけで帰ってきました。はい、今ちょっと試しでつけてもらったカラコンがあって、こういう感じ。すごくない？この青の柄が周りに入っててブルーのカラコンです。でお試し用で、さらにもらいました。ありがとうございます。クエツを今つけてるんですけど、今これマイナス 0.5 をつけてて、まあ今マイナスで表されるんですけど、実際プラスで、なんて言うんだろう、ヒマの目が 0.2 と 0.3 みたいな感じなんだよね。うん、それにこの 0.5 のカラコンが加わることによって今 0.9 の目になっております。うん、あ、でもそう思ったんだけど 0.5 だしさ、0.2.7 じゃない？ 0.7 じゃない？なんかあるんですよ、その。よくわかんないね。でもまあまあ、0.5 で処方してもらいました。はい、カーボ数とかはよくわかんなかったんだけど、でもまあまあまあ、いいらしいです、それで。で、カラコンを実際に2つ買いました、今回。2種類買ってきて、指原莉乃さんのトパーツと、あともう1つ買いました。うん、はい。それは1週間後に。お取り寄せでね、届きます。土入りなので、やっぱちょっとお取り寄せしないといけないらしくて、時間かかるそうです。で、あとこれもね、自然とか買いました。コンタクトつける前に使うこういうやつ、これをコンタクトにこうつけてから、垂らしてからコンタクトをはめるらしいです。いつもここでね、ご飯を食べるんです。はい、で、こうテレビを見た時にもう文字が見えないの。なので今日は見えるの。本当に今つけてるのかなっていう感覚なんですけど、見たら見えるの。だから本当に嬉しいです。しかもそのブルーのレンズの周りの柄がついてるんだよね、そのコンタクト。そう、こういう感じです。すごい、わかりやすい。はい、というわけで今回は私のカラコン大作戦でした。これからね、カラコンつけることが多くなると思うんですけど、皆さん慣れてくださいね。カラコンしか勝たん。
でもつけすぎないようにねしないとやっぱいけないので、あとワンデーがおすすめされたのでワンデー使っていきたいと思います。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。1週間後が楽しみです。ジェル・スチュワート、これ見せて、ブルー、これつけてる、いろんなのがあったよね。だからね、まあ今からこれからねカラコンとかもいろいろ探っていきたいと思います。ごめんなさい、今ずっとテレビ見ちゃうんだよ、面白くて。